東大橋東大橋は、福島県北方市と川沼郡湯川村にまたがる道路橋である。本項目では旧道にあたる南大橋についても述べる。北方市と川沼郡湯川村を隔てる一級水系阿賀野川、水系比、橋川とそれに合流する支流の大塩川の合流点付近にかかり、国道121号を通す。 北詰めは、北方市塩川町和座東栄町一丁目。南詰めは、湯川村浜崎屋坂三丹田に位置している。国道121号、塩川バイパス整備に伴い建設された橋梁で、1984年に、竣工した全長185メートル、福音11.5メートルの箱下橋である。指向は、川田工業、従従、鉄賀前工事。 掃除業費は7億5800万円。橋上は上下対向に車線で共用されており、上り線側に歩道が設置されている。当時の福島県副知事、友田昇の提唱による行政の文化化の一環としての文化のための1%システムの施策に採択され、親柱は国葬地帯である会津北部をイメージする米蔵をかたどったものに、降乱は 当時の山郡塩川町の町花であった御天場公園に群生するあやめの花がデザインされている。歩道上には周辺住民の寄附金により贈呈されたモーニュメントであるブロンズ像2基が設置されている。付近の日橋川の土手は日、橋川緑地として整備されており、川の祭典などのイベントにも使用される公園となっている。南大橋と日橋川、 東大橋の旧道にあたる橋であり、さらに下流側にかかる。福島県道326号、浜崎高の藍津若松線を通す。東大協会通までは、ここが国道121号に指定されていた。北詰は、北方市塩川町あざ、清水岸、南詰は、湯川村浜崎あざ北との町に位置する。現在の橋は1971年に架け替えられた。 全長182メートル、福音10.5メートルの橋梁であり、上下線、対向1車線で共用されている。本郷北詰めに、県道326号と福島県道127号、藍津番下潮川線との交差点があり、南詰めの交差点では東県道が、米沢街道から屈曲して、堤防上にそれるルートを取り、米沢街道は、指導として南下している。 南大橋に関するカテゴリー、ありがとうございます。